源氏物語第18条松風。東の院が凛々しく落成したので花散る里と言われていた婦人を源氏は移らせた。西の隊から綿殿へかけてをその居所にとって事務の扱いどころ警視の詰め所なども備わった源氏の婦人の一人としての対面を存じないような住まいにしてあった。東の隊には明石の人を置こうと源氏はかねてから思っていた。北の隊をば琴に広く立てて仮にも源氏が愛人と見て将来のことまでも約束してある人たちのすべてをそこへ集めて住まわせようという考えを持っていた源氏はそこをいくつにも仕切って作らせた点で北の隊は最も面白い建物になった。中央の神殿は誰の住まいにも使わせずに時々源氏が来て休息をしたり客を招いたりする座敷にしておいた。明石へは始終手紙が送られた。この頃は状況を促すことばかりを言う源氏であった。女はまだ躊躇しているのである。我が身の上の飼いなさをよく知っていて自分などとは比べられぬ都の貴女たちでさえ捨てられるのでもなく、また冷淡でなくもないような扱いを受けて、源氏のために物思いを多く作るという噂を聞くのであるから、どれだけ愛されているという自信があって、その中へ出て行かれよう。姫君の聖母の貧弱さを、人目にさらすだけで、玉坂の訪問を待つに過ぎない今日の暮らしを考えるほど不安なことはないと反問をしながらも、明石はそうかと言って姫君をこの田舎に置いて世間から源氏の子として取り扱われないような不幸な目に合わせることも非常に哀れなことであると思って出京は断然しないとも源氏に答えることはできなかった。両親も娘の反問するのが最もに思われて探索ばかりしていた。
入道夫人の祖父の中司教親王が昔持っておいでになった別荘が佐賀の大井川のそばにあって、宮家の相続者にしかとした人がないままに別荘などもそのままに荒廃させてあるのを思い出して、親王の時からずっと預かり人のようになっている男を明石へ呼んで相談をした。私はもう今日の生活を二度と住まいという決心で田舎へ引きこもったのだが、子供になってみるとそうはいかないもので、その人たちのためにまた一軒今日に家を持つ必要ができたのだが、こうした静かなところにいて、にわかに今日の街中の家へ入って、気も落ち着くものではないと思われるので、古い別荘の方へでもやろうかと思う。そちらで今まで使っているだけの建物は、君の方へあげてもいいから、その他のところを修繕して、とにかく人が住めるだけの別荘にこしらえあげてもらいたいと思うのだが、と入道が言った。もう長い間、持ち主がおいでにならない別荘になって、ひどく荒れたものですから、私たちは、下屋の方に住んでおりますが、しかし、今年の春頃から、内大臣さんが近くへ、御堂の普請をお始めになりまして、あそこは、もう人がたくさん来るところになっておりますよ。大した御堂ができるのですから、工事に使われている人数だけでも、どんなに大きいかもしれません。静かなお住まいがよろしいのなら、あそこはダメかもしれません。いや、それは構わないのだ。というのは、内大臣家にも関係あることで、そこへ行こうとしているのだからね。家の中の設備などは、おいおい、こちらからさせるが、まず急いで、大体の修理の方をさせてくれ、と入道が言う。私の所有ではありませんが、持っていらっしゃる方もなかったものですから、一軒家のようなところを長く私が守ってきたのです。別荘についた電池なども荒れる一方でしたから、お亡くなりになりました民部太夫さんにお願いして譲っていただくことにしまして、それだけの金は納めたのでした。預かり人は自身のもののようにしている電池などを回収されないかと危うがって権利を主張しておかねばというようにひげむしゃな醜い顔の鼻だけを赤くしながら顎を上げて弁じ立てる。私の方では電池などいらない。これまで通りに君は思っておればいい。別荘その他の証券は
私の方にあるが、もう世捨て人になってしまってからは、財産の権利も義務も忘れてしまって、留守料も払ってあげなかったが、そのうち清算してあげるよ。こんな話も、相手は入道が源氏に関係のあることを匂わしたことで、気味悪く思って、子職をそれ以上たくましくはしかねていた。それから後、入道家から金を多く受け取って、王位の山荘は修繕されていった。そんなことは、源氏の想像しないことであったから、状況をしたがらない理由は、何にあるかと怪しんでは、姫君がそのまま田舎に育てられていくことによって、後の歴史にも不名誉な話が残るであろうと、源氏は探索されるのであったが、王位の山荘が出来上がってから、初めて昔の母の祖父の山荘のあったことを思い出して、そこを家にして、上京するつもりであると、明石から知らせてきた。東の院へ迎えて、済ませようとしたことに同意しなかったのは、そんな考えであったのかと、源氏は合点した。聡明な仕方だとも、思ったのであった。これ光が源氏の隠し事に関係しないことはなくて、明石の状況の件についても、源氏はこの人にまず打ち明けて、早速王位の山荘を見にやり、源氏の方で用意をしておくことは見なさせた。眺めの良いところでございまして、やはり、また海岸のような気のされるところでございます。と、これ光は報告した。そうした山荘の、風雅な女主人になる資格のある人であると、源氏は思っていた。源氏の作っている御堂は、大覚寺の南にあたるところで、滝殿などの美術的なことは大覚寺にも劣らない。明石の山荘は川に面したところで、大木の松の多い中へ素朴に神殿の建てられてあるのも山荘らしい寂しい趣が出ているように見えた。源氏は内部の設備までも自身の方でさせておこうとしていた。親しい人たちをもまた密かに明石へ迎えに立たせた。逃れがたい因縁に惹かれて、いよいよそこを去る時になったのであると思うと、女の心は馴染み深い明石の裏に名残が惜しまれた。父の入道を一人ぼっちで残すことも苦痛であった。なぜ自分だけは、
こんな悲しみをしなければならないのであろうと、ほがらかな運命を持つ人が羨ましかった。両親も源氏に迎えられて、娘が出家するというようなことは、長い間寝ても覚めても願っていたことで、それが実現される喜びはあっても、その日を限りに娘たちと別れて孤独になる将来を考えると、耐え難く悲しくて、夜も昼も物思いに入道はぼーっとしていた。言うことはいつも同じことで、そして私は姫君の顔を見ないでいるのだね。そればかりである。夫人の心も非常に悲しかった。これまでもすでに同じ家には住まず、別居の形になったのであるから、明石が上京した後に自分だけが残る必要も認めてはいないものの、地方にいる間だけの仮の夫婦の中でも、月日が重なって、馴染みの深くなった人たちは、別れがたいものに違いないのであるから、まして、夫人にとっては、頑固な害の強い夫ではあったが、明石に作った家で、終わる命を予想して、信頼してきた妻なのであるから、にわかに、別れて京へ行ってしまうことは心細かった。光明を見失った人になって田舎の生活をしていた若い女房などは蘇生のできたほどに嬉しいのであるが、美しい明石の裏の風景に接する日のまたないであろうことを思うことで、心のめいることもあった。これは秋のことであったから、ことに物事が身に染んで思われた。出立の日の夜明けに、涼しい秋風が吹いていて、虫の声もするとき、明石の君は海の方を眺めていた。入道は小屋に起きたままでいて、鼻をすすりながら
仏前の務めをしていた。門出の日は縁起を祝って、不吉なことは誰も一切避けようとしているが、父も娘も忍ぶことができずに泣いていた。小さい姫君は非常に美しくて、夜光の玉と思われる霊質の備わっているのを、これまでどれほど入道が愛したか知れない。祖父の愛によく馴染んでいる姫君を入道は見て、創業の私が姫君のそばにいることは遠慮すべきだとこれまでも思いながら、片時だってお顔を見ねばいられなかった私は、これから先どうするつもりだろうと泣く。行く先をはるかに祈る別れ時に、絶えぬは老いの涙なりけり。不謹慎だ私はと言って、落ちてくる涙を拭い隠そうとした。天君が京時代の左近の中将の夫に、もろともに、都はいでき、この旅や、一人の中の道に惑わん、と言って、泣くのも同情されることであった。信頼をし合って、過ぎた年月を思うと、どうなるかわからぬ、娘の愛人の心を頼みにして、見捨てた京へ帰ることが天君を儚くさせるのであった。明石が生きてまた愛民ことをいつとてか、限りも知らぬ妖婆頼まん、送ってだけでもくださいませんかと父に頼んだが、それは事情が許さないことであると入道は言いながらも、途中で気遣われる風が見えた。私は出世することなど思い切ろうとしていたのだが、いよいよその気になって地方官になったのは、ただあなたに物質的にだけでも十分尽くしてやりたいということからだった。それから地方官の仕事も私に適したものでないことをいろんな形で教えられたから、これをやめて地方官の落語者の一人で
今日で軽蔑される人間にこの上なっては親の名誉を恥ずかしめることだと悲しくて出家したがね。今日出たのが世を捨てる門出だったと世間からも私は思われていて、よく潔くそれを実行したと私自身も満足感であったが、あなたが一人前の少女になってきたのを見ると、どうしてこんな珠玉を泥土に置くような残酷なことを自分はしたかと、私の心はまた暗くなってきた。それからは仏と神を頼んで、この人までが私の不運に惹かれて、一地方人になってしまうようなことがないようにと願った。思いがけず源氏の君を婿に見る日が来たのであるが、我々には身分の引け目があって、良いことにも悲しみが常に沿っていた。しかし姫君がお生まれになったことで、私もだいぶ自信ができてきた。姫君はこんな土地でお育ちになってはならない高い運命を持つ方に違いないのであるから、お別れすることがどんなに悲しくても私は諦める。何事ももう特に諦めた私はそうじゃないか。姫君は高い高い宿命の人でいられるが、暫時の間、私に祖父と孫の愛を作って見せてくださったのだ。天に生まれる人も、一度は三途の川まで行くということにあたることだと、それを思って、私は、これで長いお別れをする。私が死んだと聞いても、仏事などはしてくれる必要はない。死に別れた悲しみもしないでおきなさい。と入道は断言したのであるが、また、私は煙になる前の夕べまで、姫君のことを六時の権行に混ぜて祈ることだろう。恩愛が捨てられないで、と悲しそうに言うのであった。車の数の多くなることも、人目を引くことであるし、二度に分けて立たせることも面倒なことであると言って、迎えに来た人たちも、また非常に目立つことを恐れる風であったから、船を用いて、そっと明石親子は立つことになった。午前八時に船が出た。昔の人も身に染むものに見た明石の裏の朝霧に
船の隔たっていくのを見る入道の心は、仏弟子の超越した境地に引き戻されそうもなかった。ただ、呆然としていた。長い年月を経て、都へ帰ろうとする天君の心もまた悲しかった。かの岸に、心よりにし、天船の、背きし方に、漕ぎ帰るかな、と言って、天君は泣いていた。明石は、行く帰り、行き交う秋を過ごしつつ、浮き木に乗りて、我帰るらん、と言っていた。追い風であって、予定通りに一行の人は、京へ入ることができた。車に移ってから、人目を引かぬ用心をしながら、大井の山荘へ行ったのである。山荘は風流にできていて、大井川が明石で眺めた海のように前を流れていたから、住まいの変わった気もそれほどしなかった。明石の生活がなお近い続きのように思われて、悲しくなることが多かった。増築した牢なども、趣があって、園内に引いた水の流れも美しかった。欠点もあるが、住み着いたなら、きっと良くなるであろうと、明石の人々は思った。源氏は、親しい兄士に命じて、到着の日の一行を、共応させたのであった。自身で訪ねていくことは、機会を作ろうとしながらも、遅れるばかりであった。源氏に近い京へ来ながら、物思いばかりされて、女は、明石の家も恋しかったし、つれづれでもあって、源氏の形見の金の糸を鳴らしてみた。非常に悲しい気のする日であったから、人の来ぬ座敷で、明石がそれを少し弾いていると、松風の音が荒々しく合奏を仕掛けてきた。横になっていた天君が起き上がっていった。身を変えて一人帰れる山里に、聞きしに似たる松風ぞ吹く。娘が言った。ふるさとに三四世の友を恋わびて、
さえずることを誰かわくらん。こんな風に儚がって暮らしていた数日の後に、以前にも増して、ありがたい苦しさを切に感じる源氏は、人目もはばからずに、王位へ出かけることにした。夫人には、まだ明石の上京したことは言っていなかったから、他から耳に入っては、気まずいことになると思って、源氏は、女房を使いにして言わせた。桂に、私が言って、指図をしてやらねばならないことがあるのですが、それを、そのままにして長くなっています。それに、今日へ来たら訪ねようという約束のしてある人も、その近くへ上がってきているのですから、すまない気がしますから、そこへも行ってやります。嵯峨野の御堂に、何も揃っていないところにいらっしゃる仏様へもご挨拶によりますから、二三日は帰らないでしょう。夫人は、桂の院という別荘の新築されつつあることを聞いたが、そこへ明石の人を迎えたのであったかと気づくと、嬉しいこととは思えなかった。斧の絵を新しくなさらなければならないほどの時間は、さぞ待ち遠しいことでしょう。かっこ、千人の合見物している間に、時が経って、気がついてみるとその木こりの持っていた斧の絵は、朽ちていたという話。かっこ閉じる。不愉快そうなこんな夫人の返事が、源氏に伝えられた。また意外のことをお言いになる。私はもうすっかり昔の私ではなくなったと世間でも言うではありませんか。忍びで、しかも前句には、親しい者だけを選んで、源氏は王位へ来た。夕方前である。いつもの狩り着ぬ姿をしていた、明石時代でさえ、美しい源氏であったのが、恋人に会うがために、引き繕った脳死姿は、まばゆいほどにまた立派であった。女のした長い憂いもこれに慰められた。源氏は今さらのようにこの人に深い愛を覚えながら二人の中に生まれた子供を見てまた感動した。今までに見ずにいたことさえも取り返されない損失のように思われる。左大臣家で生まれたこの美貌を世の人は称えるが、それは権勢に目がくらんだ批評である。これこそ
真の美人になる要素の備わった子供であると源氏は思った。無邪気な笑顔の愛嬌の多いのを源氏は非常に可愛く思った。目のとも明石へ立っていた頃の衰えた顔はなくなって美しい女になっている。今日までのことをいろいろと懐かしい風に話すのを聞いていた源氏は塩焼き小屋に近い田舎の生活を強いてさせられてきたのに同情するというようなことを言った。ここだってまだ随分と遠すぎる。したがって私が始終来られないことになるから、やはり私があなたのために用意したところへお移りなさい。と源氏は明石に言うのであったが、こんなふうに田舎者であることが少し治りましてから、と女の言うのも道理であった。源氏はいろいろに明石の心をいたわったり将来を固く誓ったりして、その夜は明けた。なお修繕を加える必要のあるところを源氏は元の預かり人や新たに任命した家職の者に命じていた。源氏が桂の院へ来るという知らせがあったために、この近くの領地の人たちの集まってきたのは皆そこから明石の家の方へ来た。そうした人たちに庭の植え込みの草木を直させたりなどした。流れの中にあった立石が皆倒れて他の石と一緒に紛れてしまったらしいが、そんなものを復旧させたりよく直させたりすれば随分面白くなる庭だと思われるが、しかしそれは骨を折るだけ、帰って後で行けないことになる。そこに永久いるものでもないから、いつか立って行ってしまう時に心が残って、どんなに私は苦しかったろう。帰る時に源氏はまた昔を言い出して泣きもし笑いもして語るのであった。こうした打ち解けた様子の見えるときに、源氏は一層美しいのであった。覗いて見ていた天君は、老いも忘れ、物思いも跡形なくなってしまう気がして、微笑んでいた。
東の綿殿の下をくぐってくる流れの筋を仕替えたりする指図に、源氏は内着を引きかけたくつろぎ姿でいるのが、また天君には嬉しいのであった。仏の赤の具などが縁に置かれてあるのを見て、源氏はその中が天君の部屋であることに気がついた。天君はこちらにおいでになりますか？だらしない姿をしています。と言って、源氏は脳死を取り寄せて着替えた。貴重の前に座って、子供が良い子に育ちましたのは、あなたの祈りを仏様が入れてくだすったせいだろうと、ありがたく思います。族をお離れになった清い生活から私たちのためにまた世の中へ帰ってきてくださったことを感謝しています。明石ではまた一人でお残りになってどんなにこちらのことを想像して心配していてくださるだろうとすまなく私は思っています。と懐かしい風に話した。一度捨てました世の中へ帰って参って、苦しんでおります心もお察しくださいましたので、命の長さも嬉しく存じられます。天君は泣きながらまた、荒い磯影に心苦しく存じました双葉の松も、いよいよ、頼もしい未来が思われます日に到達いたしましたが、ご聖母が我々風情の娘でございますことが、ご幸福の障りにならぬかと苦労にしております。などという様子に品の良さの見える夫人であったから、源氏はこの山荘の昔の主の親王のことなどを話題にして語った。直された流れの水は、この話に言葉を入れたいように、前よりも高い音を立てていた。住み慣れし、人は帰りて、たどれども、清水ぞ宿の主がおなる。歌であるともなく、こういう様子に、源氏は風雅を介する老女であると思った。いさらいは、早くのことも忘れじよう。元の主や、面変わりせる。悲しいものですね。と、短足して立っていく源氏の美しい鳥なしにも、天君は打たれて、ぼーっとなっていた。
源氏は御堂へ行って毎月14、15日と30日に行う普賢行、阿弥陀、釈迦の念仏の三昧の他にも、日を決めてする法会のことを僧たちに命じたりした。堂の装飾や仏具の製作などのことも、御堂の人々へ指図してから、月明かりの道を川沿いの山荘へ帰ってきた。明石の別離の夜のことが源氏の胸によみがえって感傷的な気分になっているときに、女はその夜の形見のことを差し出した。引きたい要求もあって源氏はことを引き始めた。まだ糸の根が変わっていなかった。その夜が今であるようにも思われる。ちぎりしに変わらぬことの調べにて、絶えぬ心のほどは知りきやというと、女が変わらじとちぎりしことを頼みにて、松の響きに根を添えしかな、という。こんなことが不釣り合いに見えないのは、女から言えば過分なことであった。明石時代よりも、女の美に交際が加わっていた。源氏は、永久に離れがたい人になったと、明石を思っている。姫君の顔からも、また目は離せなかった。日陰の子として成長していくのが、耐えられないほど源氏はかわいそうで、これを二条の院へ引き取って、できる限りに貸し付いてやることにすれば、成長後の肩身の狭さも救われることになるであろうとは、源氏の心に思われることであったが、また引き離される明石の心が哀れに思われて、口へそのことは出ずに、ただ涙ぐんで姫君の顔を見ていた。小心に、はじめは少し恥ずかしがっていたが、今はもうよく慣れてきて、物を言って、笑ったりもしてみせた。甘えて近づいてくる顔が、また一層美しくて可愛いのである。源氏に抱かれている姫君は、すでに、類のない幸運に、恵まれた人と見えた。
三日目は京へ帰ることになっていたので、源氏は朝も遅く起きて、ここから直接帰っていくつもりでいたが、桂の院の方へ高官がたくさん集まってきていて、この山荘へも天上役人が大勢で迎えに来た。源氏は装束をして、決まり悪いことになったものだね。あなた方に見られてよいうちでもないのに、と言いながら一緒に出ようとしたが、心苦しく女を思って、さりげなく紛らして立ち止まった戸口へ、目のとは姫君を抱いて出てきた。源氏は可愛い様子で子供の頭を撫でながら、見ないでいることは耐えられない気のするのもにわかな愛情すぎるね。どうすればいいだろう。遠いじゃないか、ここは。と源氏が言うと、遠い田舎の幾年よりもこちらへ参って、たまさかしかお迎えできないようなことになりましては、誰も皆苦しゅうございましょう、など目のとは言った。姫君が手を前へ伸ばして立っている源氏の方へ行こうとするのを見て、源氏は膝をかがめてしまった。物思いから解放される日のない私なのだね。しばらくでも別れているのは苦しい。奥さんはどこにいるの？なぜここへ来て別れを惜しんでくれないのだろう。せめて人心地が出てくるかもしれないのに、と言うと、目のとは笑いながら明石のところへ行って、その通りを言った。女は会った喜びが二日で尽きて、別れの時の来た悲しみに心を乱していて、呼ばれてもすぐに出ようとしないのを、源氏は心の内であまりにも気丈ぶるのではないかと思っていた。女房たちからも勧められて、明石はやっといざって出て、そして姿は見せないように貴重の影へ入るようにしている様子に気品が見えて、しかも柔らかい美しさのあるこの人は内親王と言ってもよいほどに気高く見えるのである。源氏は貴重の垂れ絹を横へ引いて、また細やかにささやいた。いよいよ出かけるときに、源氏が一度振り返ってみると、冷静にしていた明石も、このときは
顔を出して見送っていた。源氏の美は今が盛りであると思われた。以前は痩せて背丈が高いように見えたが、今はちょうどいいほどになっていた。これでこそ貫禄のある講談師になられたというものであると女たちが眺めていて、差し抜きの裾からも愛嬌はこぼれ出るように思った。下巻されて源氏についてさすらえたクロードもまた元の地位に帰って遊戯絵の城になった上に、今年は語彙も得ていたが、この好青年肝心が源氏の太刀を取りに戸口へ来た時に、御簾の中に明石のいるのを察して挨拶をした。以前のご厚情を忘れておりませんが、失礼かと存じますし、裏風に似た気のいたしました今行の山風にもご挨拶を取り継いでいただく便もございませんでしたから、山に取り巻かれておりましては、海辺の頼りない住まいと変わりもなくて、松も昔の括弧ともならなくに括弧閉じると思って寂しがっておりましたが、昔の方がお供の中においでになって力強く思いますなどと明石は言った。素晴らしいものにこの人はなったものだ。自分だって恋人にしたいと思ったこともある女ではないかなどと思って、脅威を覚えながら、クロードはまた別の機会にと言って男らしく肩を振っていった。立派な風采の源氏が静かに帆を運ぶ傍らで、先払いの声が高く立てられた。源氏は車へ唐の中将兵衛の神などを陪乗させた。つまらない隠れ家を発見されたことはどうも残念だ。源氏は車中でしきりにこう言っていた。昨夜は良い月でございましたから、佐賀のお供のできませんでしたことが口惜しくてなりませんで、今朝は霧の濃い中をやってまいったのでございます。嵐山のもみじはまだ早うございました。今は秋草の盛りでございますね。某阿孫はあそこで小鷹狩りを始めて、ただいま一緒に参れませんでしたが、どういたしますか？などと若い人は言った。
今日はもう一日桂の院で遊ぶことにしよう」と源氏は言って車をその方へやった。桂の別荘の方ではにわかに客の供応の支度が始められて、鵜飼なども呼ばれたのであるが、その妊婦たちの高いわからぬ会話が聞こえてくるごとに、海岸にいた頃の漁夫の声が思い出される源氏であった。の野に残った天井役人が印だけの小鳥を萩の枝などへつけて後を追ってきた。灰がたびたび巡った後で川辺の照葉を危ぶまれながら、源氏は桂の院で遊び暮らした。月が華やかに昇ってきた頃から音楽の合奏が始まった。弦楽の方は琵琶、ワゴンなどだけで、笛の上手が皆選ばれて、伴奏した曲は秋にしっくり合ったもので、感じの良い合奏に川風が吹き混じって面白かった。月が高く昇った頃、清澄な世界がここに現出したような今夜の桂の院へ、天井人がまた四五人連れてきた。天井に思考していたのであるが、音楽の遊びがあって、帝が今日は6日の謹慎日が済んだ日であるから、きっと源氏のお届は来るはずであるのだ、どうしたか？と仰せられた時に、佐賀へ行っていることがそうされて、それで下された一人のお使いと同行者なのである。月の住む川の落ちなる里なれば、桂の影はのどけかるらん。うらやましいことだ。これがクロードの弁であるお使いが源氏に伝えたお言葉である。源氏はかしこまって受けたまわった。清涼殿での音楽よりも場所の面白さの多く加わったここの管弦楽に人々は興味を覚えた。また灰が多く巡った。ここには店頭にするものが備えてなかったために、源氏は大井の山荘の方へ、大層でない店頭の品があれば
と言ってやった。アカシは手元にあった品を取り揃えて持たせてきた。衣服箱二課であった。お使いの弁は早く帰るので、早速女装束が店頭に出された。久方の光に近き名のみして、朝夕霧も晴れぬ山里というのが源氏の直刀の歌であった。帝の行幸を待ちたまわる意があるのであろう。中に置いたる、かっこ、久方の中に置いたる里なれば、光をのみぞ、頼むべらなる、かっこ閉じる、と源氏は、古歌を口ずさんだ。源氏が、また、三つ音が、淡路にて、阿波と遥かに、見し月の、近き今宵は、ところがらかも、と、不思議がった歌のことを言い出すと、源氏の以前のことを思って泣く人も出てきた。皆酔ってもいるからである。めぐりきて手に取るばかりさやけきや淡路の島の阿波と見し月これは源氏の策である浮雲にしばしまがいし月影の隅はつるよぞのどけかるべき唐の中将である。右大弁は老人であって、コインの御代にも、むつまじくお召し使いになった人であるが、その人の策、雲の上の、住みかを捨てて、弱の月、いずれの谷に、影隠しけん。なお、いろいろな人の策もあったが、省略する。歌が出てきてからは、人々は、感情のあふれくるままに、こうした人間の愛し合う世界を、千年も続けて見ていきたい気を起こしたが、二条の院を出て、四日目の朝になった源氏は、今日はぜひ帰らねばならぬと急いだ。一向にいろいろなものを担いだ友の者が加わった列は、霧の間を行くのが秋草の園のようで美しかった。この F の有名な芸人のとねりで、よく何かの時に源氏についてくる男に、今朝もこの駒などを歌わせたが、源氏をはじめ、交換などの脱いで与える衣服の数が多くて、
そこにもまた秋の野の錦の翻る趣があった。大騒ぎにはしゃぎにはしゃいで桂の陰を人々の引き上げていく物音を大井の山荘ではるかに聞いて寂しく思った。ことづてもせずに帰っていくことを源氏は心苦しく思った。二条の院に着いた源氏はしばらく休息をしながら夫人に佐賀の話をした。あなたと約束した日が過ぎたから私は苦しみましたよ。風流男どもが後を追ってきてね。あまりとどめるものだからそれに惹かれていたのですよ。疲れてしまった。と言って、源氏は寝室へ入った。夫人が気難しい風になっているのも気づかないように、源氏は扱っていた。比較にならない人を競争者ででもあるように考えたりすることなど、することもよくないことですよ。あなたは自分は自分であると思い上がっていればいいのですよ、と源氏は教えていた。日暮れ前に散大しようとして出かけ間際に、源氏は隠すように紙を持って手紙を書いているのは王家やる者らしかった。こまごまと書いている様子がうかがわれるのであった。侍を呼んで、小声でささやきながら手紙を渡す源氏を、女房たちは憎く思った。その晩は御所で殿いもするはずであるが、夫人の機嫌の治っていなかったことを思って夜は更けていたが、源氏は夫人をなだめるつもりで帰ってくると、王位の返事を使いが持ってきた。隠すこともできずに源氏は夫人のそばでそれを読んだ。夫人を不愉快にするようなことも書いてなかったので、これを破ってあなたの手で捨ててください。困るからね。こんなものが散らばっていたりすることも、もう私には似合ったことではないのだからね、と夫人の方へそれを出した源氏は、教則に寄りかかりながら、心の内では、王位の姫君が恋しくて、火を眺めて、物を言わずにじっとしていた。手紙は、
広がったままであるが、女王が見ようともしないのを見て、見ないようにしていて、目のどこかで、あなたは見ているじゃありませんか、と笑いながら、夫人に言いかけた源氏の顔には、こぼれるような愛嬌があった。夫人のそばへ寄って、本当はね、かわいい子を見てきたのですよ。そんな人を見ると、やはり前生の縁の浅くないということが思われたのですがね。とにかく、子供のことはどうすればいいだろう。公然、私の子供として扱うことも、世間へ恥ずかしいことだし、私はそれで反問しています。一緒にあなたも心配してください。どうしよう。あなたが育ててみませんか？三つになっているのです。無邪気な、かわいい顔をしているものだから、どうも捨てておけない気がします。小さいうちにあなたの子にしてもらえば、子供の将来を明るくしてやれるように思うのだが、失敬だとお思いにならなければ、あなたの手で袴着をさせてやってください。と源氏は言うのであった。私を意地悪なもののようにばかり決めておいでになって、これまでから私には大事なことを皆隠していらっしゃるものですもの。私だけがあなたを信頼していることも改めなければならないと、この頃は私思っています。けれども私は小さい姫君のお相手にはなれますよ。どんなにおかわいいでしょう。その方はね。と言って、女王は少し微笑んだ。夫人は非常に子供好きであったから、その子を自分がもらって、その子を自分が抱いて、大事に育ててみたいと思った。どうしよう、そうは言ったものの、ここへ連れてきたものであろうかと、源氏はまた反問した。源氏が王位の三相を問うことは困難であった。佐賀の御堂の念仏の日を待って、初めて出かけられるのであったから、月に二度より、会いに行く日はないわけである。七夕よりは短い期間であっても、女にとっては苦しい15日が繰り返されていった。